松浦型巡視船は、海上保安庁が運用していた、巡視船の船球。分類上は PS 型、交渉船系は改め2から350トン型。海上保安庁では、創設直後に整備された小型巡視船である270トン型について、好天時の動揺が問題となっていた。このため、まず昭和29年度計画の手塩では、 横揺れ周期の延長によって、是正を図ったが、期待したほどの効果を得られなかった。続いて、昭和30年度計画では、船体の拡幅と横断面の変更による横、揺ら性能改善を図った矢ハギ型が建造された。これは、優れた成果を上げたことから、昭和35年度計画までに6隻が建造された。一方、昭和十五年度計画では、 改め350トン型と共に、津島海峡の特別紹介に充てるために、速力向上を図った発展型の建造が盛り込まれた。これが本型である。線形は改め350トン型と同様、ブルワークを備えた平ら板型が踏襲されている。また、蒸気の経緯より、長さを5メートル長くし、幅を0.3メートル狭くして高速化を、図っているため、 同様性能の悪化を防ぐため、計画重量及び重心位置を特に詳細に検討した。横メたセンター高さは、常備状態で0.78メートルとされている。重心硬化策として、機関室囲い壁を廃止して、天窓とし、ボートラビットは新密菱式、デッキタイプグラビティラビットとされた。船体構造は横肋骨式であり、 現塩山形港と湾曲部流骨取り付け以外は全面的に溶接構造とされている。方形係数は0.483である。なお北方配備は予定されていなかったことから対抗理構造は取られていない。また本型の2番線、仙台は巡視船として初めて主管室、会員室に冷房を施したことで知られている。指揮官は1.2番線では 初価型以来の剣型4サイクル単動事故、逆転式下級機付き 6MSB31S ディーゼルエンジンが踏襲された。その後、3.4番線では、下級率を増した 6MSB31HS、5番線では、さらに大型、大出力の 6MA31X と、順次に強化された。並走としては、 従来の PS と同様に60口径 40mm 単装基準を予定したが、実際には供給不足のために 20mm 単装基準を搭載していた。また、昭和36年度計画戦以降では、当初より 20mm 単装基準装備として計画されるようになった。ありがとうございます。